はい、夕方です。散歩します。朝の散歩の後、バッテリー交換の動画を上げて、新しくね、今取り組んでることの勉強をして、今4時過ぎかな。五つ橋まで来ました。自転車でね。今日はね、フェザーだったかな。新しいっていうか、まあ、最近乗ってなかった自転車に乗ってきました。この辺やっぱ学生多いな。めちゃくちゃ若い子多いです。そうか、ここに地下鉄があるからみんな通ってんだね。いいね。さてさて、散歩頑張るぜ。参りしてこようかな。どこに行こうかな。みんな東北学院の人たちかな。はい、スタート。でもね、学院の高校、これも大学か。やっぱりこの辺東北学院すごいね。人が多くて歩きづらいね。そこの公園に入ろう。ここは五つ橋。そこがね、亀井美術館なんで、その横に公園があります。懐かしいな、なんか公園向こうから入る。亀井美術館、なんか賑やかだな。すげえ人が集まってる。この辺ってなんか遊ぶとこないのかな。すげえ人だね。おお、みんな集まってるね。賑やかだな。そこに前お気に入りだったカフェがあったけど、どうなったろう。ここです、自然レストラン。どうなったんだ。あー、まだやってるか。これ、あ、お日様や、まだやってるわ。すげえ、すごい人の数だね。やっぱり学院あたりの学生なんだろうな。すごい数すれ違いました。みんな仙台駅の方行くのかな。はい、暗くなる前に帰ろうかな。はい、最後飛行機雲を撮ってエンディングです。夕方の散歩、ちょっと街中を歩いてみました。まあ歩きにくいけど人がいっぱいいるから刺激になりました。帰ってまた勉強します。はい、こんな休日でした。今日は、今度のね、土曜日は蔵王湖道歩きますんで、山の動画になります。